こんにちは、りょうこばあばです。この間からちょっとずつ編んでいる腹巻き帽子です。前回動画を上げた時は11センチぐらいやったんですよね。で今さっき測ったら21センチ、1、2センチですかね。ちょうど倍ぐらいですね。どんな模様が出てくるかなと思って早くある程度まで編みたかったんですけど、なんか自分が思っていた模様ではないかなって感じなんですよね。でもなんか模様的にはこの辺がこうね入ってるんですけど、なんか皆さんの見たらね、こう感じよくこう模様が入ってたから、私のもそんな感じかなと思ってね、このくらい20センチぐらい編んだんですけど、ちょっとイメージとはちょっと違ってました。バタフライというこの手のバタフライというこの手の糸ですね。少し中が減ってきましたけど、何センチ、何センチ編んだらいいんですかね。30センチかな、26センチ、5、6センチですかね。ちょっともう一回調べて長さを決めたいと思うんですけど、なんかちょっとイメージとは違ったかなって感じで、もうちょっとこう模様がね、はっきりした模様が欲しかったんですけどね。こんな感じで全体がこうまばらな編み上がりっていうんですかね。この靴下の模様はね、なんかかわいいんですよね。こんな感じで綺麗にね、こうやっぱ幅が広い分模様がぼやけるっていうんですかね。初めて編んだからちょっとよくわからないんですけど、まあ、これはこれで編み進めて仕上げたいと思いますけど、今測ったらですね、こう横にして測った感じが30センチはないんですよね。28か28.5、28、なんか30センチではなんか幅が大きいみたいにどなたか言ってあったんですけど、私の手がちょっと緩いかなと思って広がるかなと思ったんですけど、どんなんなんだろう、ちょっとよくわかんない。とにかくこの2色で編んでいきます。頑張ります。他のことしながらですからね、あれ編みこれ編みしてるからなかなか進まないんですよね。でも模様が出てくるのが楽しくて、糸のね減り具合も見ながら、ああもっと減らないかなと思いながら、編まないとね減らないんですけど、楽しく編んでいます。どこか間違ったところがあったんですよね。なんか目が増えたところがあったんですよね。一目ここじゃないな、どこかちょっとわからないですけど、目が一目増えてるなと思って、まあ一目減ったり増えたりはいいってマルティナさんが言ってやったから、私もそれを解いたりしなくて、このまま編み進めたいと思います。腹巻き帽子のね近況報告です。これはまたこっちの明るい方の色に達するまで頑張って編みたいと思います。短い動画ですけど
ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。